回数がなくなっちゃって雲出ちゃった。本来だったら MJO で回転かかって開封できるんですけど、今回はあの回線をパイのでできてるって感じなんで、はい、それでツイッターで、ね、ツイキャスで、ね、ご覧いただいてる方適当に、ね、コメントいただけるとね、どんどん読んでいきますので、ツイキャスでコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、ツイキャスご覧いただいている方はツイキャスでどんどんコメントいただけるとありがたいと思います。はい、あと2分ぐらいでね、あの番組始まります。今はまだね、あの地上波の放送は始まってません。だから適当にね、まあ後でお話ししますけど、なんか台風ができてるみたいで、一応今日の話題は台風にしようかなとか思ってます。残り1分で始まりますので、コメントの方、ツイキャスでどんどんお寄せください。よろしくお願いします。します。あ、うん。皆さん冷房で体痛いとかありませんか？大丈夫ですか？はい、もうこっちはね、自分はもうどこ行ってもね、外出るとエアコンかかってない、中入るとエアコンかかってる、でも体中痛いでございます。はい、冷房病、やで今の時期から冷房病になって、これ8月9月乗り越えられるんだろうかって感じだよね。今月まだ始まって、ね、今日始まったばっかりなのに。9.7MHz FM ギニャワンワンワン、うはい、そういうわけで毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイム、毎週金曜日午後8時からお届けしているアニマー兄貴のレデスカバ沖縄、今日のオープニング1曲目はこちら、尾藤勲さんで、ジャスティス学園、パソコンゲームのね、パソコンゲームじゃねえや、あのファミコ、スーパーファミコンだっけ違うな、あのなプレイステーション、ね、のゲームの、ジャスティス 学園のテーマで熱き鼓動。
やべえ、もう鼻詰まりっぱなし。スーファミからだよね、ジャスティス学園。やっぱジャスティス学園といえば京子先生のコスプレを浅川アラがやってる。マニアックな話題ですいません、はい。いやでもさ、このね、尾藤勲ってさ、ね、ビートルズ来日公演の時にオープニングを飾ったアーティストなわけでしょ、ね、それがさ、いまだに現役だったらすごくない？それがすごいね、ビートルズ来日公演の時からまだ現役なんだ。内田裕也ももういない、ドリフターズももうバンドとしてはもう無理かもしんないね。そんな中、尾藤勲だけは元気っていう。あ、そうなの？泥棒捕まえてニュースなの？それ知らないわ。泥棒捕まえてニュースになったのは和田アキ子しか分かんない。なるほど。じゃあ今日は台風の話しますんで。何でそんな元気だよ。元気です。なんか一生懸命 LINE やって、なんかデートの約束でもしてんのかな。はい、そういうわけでね、今日のオープニング1曲目は尾藤勲さんで、ジャスティス学園のテーマ熱き鼓動をお届けしました。そういうわけでね、毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイム午後8時からお届けしているアニマーニキのレデスカバ沖縄、この番組は FM ギノワン地上波 FM79.7MHz、 79.7MHz でお届けしております。またインターネットの方ではね、リスンラジオの方で音楽も CM もすべてお楽しみいただけます。またね、動画付きでね、ツイートキャスティング、ツイキャス、そして YouTube ライブでも配信しておりますので、ツイキャスの方でねコメントいただけるとどんどん読めますのでよろしくお願いします。そういうわけで、ボンボ先生、アシスタントボンボ先生、こんばんは。こんばんは。はいはい、Welcome back to our channel. This is Rediscover Okinawa, presented by Anima Aniki and assisted by Bombo Sensei. You are listening to 79.7 FM Ginowan. You will check also on YouTube Live, Twitter Casting, and Listen Radio. At the Listen Radio, you will have enjoy with music and commercial something Okinawa. Thank you. はい。その CM とかコマーシャルとか音楽が全部っていうのは、うん、そこを抜いて、うん、英会話コンビニエンス聞いてねって、まあ、見てねって言った方がいいんじゃない？ああ、なるほど、うん、はい。そういうわけでね、今日ね、めちゃくちゃ今日になっていきなり天気悪くなってね。そうです ね朝から ねいきなり台風がね近くにできて、うん、その台風はこっちに来るっつんでね、なんかめちゃくちゃなんかいろんなとこで荒れてますけど、おかげでさ、なんかなんだっけ、建物の中入るとさ、うん、これ台風できると湿気がすごいわけよ、うん、また湿度がぐっと上がるわけ。風強いのに湿気があるって嫌な状態になるから、うん、どこのコンビニ入ろうが、どこの建物入ろうが、エアコンが全開なんだよね。うん、エアコンがそう、もわっとなるから、エアコンが全開で回ってるからさ、うん、入るとさ、入った瞬間はいいんだけど、うん、しばらくするとさ、もうエアコンで寒くて寒くて、うん、もう体中痛いです。はい、そうですよね。私ももう声が今日はあれですね、人と喋ってる途中からガラガラガラってなってきて、
なんか恥ずかしいですよね、うん、いや俺もガラまあ喋ってる途中っていうか、うん、昼寝してあの昼寝して起きたら、うん、もうなんか声ガラガラだったっていう、うんまあ、家でもうちはエアコンつけてるから、まあ、しょうがないのかもしれないけど、うん、はいそういうわけでね、コメントの方ね、ツイキャスの方でコメントの方いただいてますのでちょっと読んでいきたいと思います、はい、ラジオネーム琴音さんお疲れ様です、こんばんはこんばんはあまりそんな、まあ、疲れてはいないんですけど体中痛いですはい、うんラジオネーム武蔵さんアニマンさんボンボちゃんリスナーの皆さんこんばんはしょいこんばんは、はいそれからずらずらっと言って、さっきのねさっきかけた曲ジャスティス学園、ねうんのことで、ラジオネーム琴音さん、スーファミでもありましたあとアーケード、ね、アーケードのはねパッとわかるんだけどあの スーパーファミコンからだっけどいつからだっけってねやっぱりねちょっと、ね、記憶が曖昧になって思い出せなくなってきてます私も年なんで、はいラジオネームシュープリームさん、シュープリームさんの写真部屋さん、兄貴ボンボ先生こんばんはあエアコンが切れたエアコンが切れたって何なのなんかたたりかな呪いかなはいちょっと怖いですそういうのない電気が勝手についたとか消えたとかさいやなんかこう電気系で自分の気持ちが電気に伝染するっていう方いますけど、うん、私は全くそういうのないですね電気に伝染するって何なんか例えば、うん体あの学生の時に体育の授業嫌だなって思ってたら、うん、電気がバチバチってなってあの蛍光灯割れちゃってその体育の授業なくなったとか、うん、そういうのを聞くんですけど私は一切そういうのないんですよね、うん、あとこのラジオじゃなくてこの、まあ、音楽を流す系のものを横に置いといて、うん、その横で起こるとこうビリビリってなっちゃうみたいな、ね、ビリビリって何なんかガガガガガってなる違う何音がそれとも体が音がそうなんかでそういうの聞くしあの見たんですけどそのシーン私はないんですよねうんうん、それ何、ね、何なのそれそういう番組番組どういうことえいやだからそういう、うん、そういう番組あ番組じゃないだから友達ですよ私の、うん、そうだからでも私は例えばこういう機会の中で人に怒ったとしても機会がある環境で人に怒ったとしても、うん、なんか立ち上がらなくなったりとかはないんですよね、うん、パソコンが立ち上がらなくなっちゃったりとかはないんですよまあ、でもね、うん、そんなこと言ってたらねテレビ局で喧嘩してるシーンとかね、うん、本当に喧嘩してる人だとかこう世界の、うんね、衝撃映像とかで撮ってるのみんな雑音入ったりとか、うん、ノイズ入るはずなのにそんなの入らないからね、うん、だから人それぞれなんですよ、うん、人それぞれでもそれで入った試しはないでしょカットしてんじゃないいやだってそしたらあれ、うん、使えないよね防犯カメラ使えないよねうん、だから音なしとかでやってんじゃないのかいやいや防犯カメラ最近音もちゃんと収録されてますんで、うんうん、いやだって画面の方がほら、ね、繊細だから画面にノイズが入るでしょ音よりも、うんうん、どうしたのいやどっちもあるんじゃないですかそれは音にだからその隣なんか音流れる系の、まあ、一応ねこれあのそういう科学的に証明されてないことは、うん、あのこうだって断言者するのは番組の中ではねあの NG なんでね、うん、気をつけてくださいね、うん、あのなんかこう信じる信じないはあなた次第ですでやめないとあのこれあのツイッキャスじゃないんで、うんはい、地上波の放送なんでよろしくお願いします、うんはいまあたうんいやだからあの自分なんかもねだからそういうのでねものすごいいっぱいねあのだってもともと俺自分はムーのライターだから、うん、そういうのに全部出会ってきたんだけど、うん、あのすごいいっぱい出会ってますもう多分普通の人が考えられるような、うん、そんな数じゃないです、うん、もう2万とか3万とかそのぐらいの、うん、もうビデオだけでももう多分1万近くいってんじゃないかな何千本数千本単位にうんうん、で見るわけで ね、で例えば写真とかも、うん、これ心霊写真だとか、うん、こう見るじゃない、うん、あもうその場でポイって感じ何これってだから例えば1000枚持ってくるでしょ、うん、あもう998枚はもうポイ何これ気のせい、うん、何これ気のせい落書きこれいや後ろに人いるしみたいなね、うんうん、998枚はポイです、はい
ビデオもそうね、1000本あったら997本とか998本はもうっぽい、うんうん、あんなね、あの正直言います、正直言います、今ね、うんうん、こうテレビでよくやってるでしょ、あテレビじゃないや、ビデオでね、あの心霊ビデオってあるじゃん、うん、あれ全部 100% も作り物じゃない、うん、もう作ってるってことを前提にして、なんで作ってるか分かる、うん、え、分かんない、なんで作ってるか分かんないでしょ、うん、あれ本当の話ってめちゃくちゃ怖いからね、うん、あの本当に映っちゃったら、うん、これが誰なのかって特定すると、うん、特定できちゃったらどうすんのそれ、いや特定できちゃったらもう怖いじゃないですか、嫌でしょ、でそんなの放送できる今度は、じゃあもうだって例えばある殺人現場に映しました、顔が映ってます、うん、その殺人事件の被害者です明らかに、うん、それ出して発表したら新聞とかラジオ、うん、あテレビで発表しちゃったら逆にこう死んだ人をね、うん、亡くなった人をバカにしてるだとか利用してるって言って叩かれない、うんうん、ね、うん、だ本物出せません、あともう一つ、さっき言ったよね、うん、1000本のうち998枚、1000枚の心霊写真のうち、うん、997枚はっぽいです、998枚っぽい、うん、もう、うん、これにハテナと思わなかった、えって思わなかった、うん、何がなんかえって思わない、だからもう麻痺してんのかなって思いました、全然違うわ、全然違うわ、なんでポイすんの、えポイってだって明らかにその人気のせいとかこじつけだから、こじつけと気のせいがもう998枚はこじつけと気のせいです、あとでっち上げ、もう断言します、元ムーのライターの私が衝撃発言します、うん、これに対してはてなと思わない、なんかえちょっと待ってくださいってない、うーんあんまりないんだ、うん、あのさ、うん、今俺恐ろしいこと言ってんだよ、もう一回言うからね、よーく耳をかっぽじってよく聞けよ、分かった、いいか、1000枚の心霊写真ってのは来たら、うん、998枚は偽物でっち上げ、うん、気のせい、そういうふうに見えるようにで現実にこう取材に行くわけよ、その場所に、うん、現実にそういうふうな形の木があるんだよ、こうそういう形の石があるんだよ、壁がそういうふうになってんだよ、そこにいたずら書きであるんだよ、であとポスターが貼ってあって人の顔がそこから見えるとか、うん、そんなのばっかりだな、998枚は、うん、うん、はい、え何そういうとこ、ボンボ先生結構暴力的だよね、うん、はい、そう、うん、ツイキャスのでコメントいただきました琴音さん、ラジオでも琴音さん、残り2枚が本物なんですよね、分かる言ってること、分かった、うん、1000枚のうち998枚が偽物でも、うん、残りの2枚が説明できねえのやばいんだって、これがそれが本当にそこで亡くなった人とか、うん、亡くなった人だから一番すごいのが、うん、某テレビ局で何本か見せられたのよ、うん、だって何万本ってあるでしょ、うん、これちょっとあの金沢さんって俺ね金沢さんに見てもらいたいものがあるんだけどって言って、うん、3本見せられたの、うん、やばすぎ、だってそのうち 1本は、うん、これ別になんか言わなくて言わない、ね、細かいことは言わないからあの、うん、場所とか言わないけど夏だからね怪談話でもいいでしょ、あのニュースキャスターが喋ってるわけね、うん、でテレビのビデオってテレビとかのビデオってほら音声さんってのがいて、うん、音声は音で別に撮ってたのよ昔は、わかる、うん、今は同時に撮ってるのもあるけど、うん、音声は音声で別に撮ってるわけね、テープレコーダーみたいなので、うん、でビデオはビデオで撮ってるわけよね、うん、だからそのビデオにはニュースだからその音声さんがこうマイク持ってるんじゃない、それで音声撮っててラジカセみたいな上首からぶら下げてね、うん、でそのカメラが撮ってるわけね、うん、でなんかパクパク喋ってるわけ、うん、でそれでもってそこで交通事故に、うん、まあ大人なのか子供なのか性別とかも一切言いません、うん、それが交通事故に遭いましたっていうことで、うん、こう写真が出るわけね、うん、でそれでまたニュースキャスターが喋ってるわけ、うん、ニュースキャスターとかその現場で、うん、で後ろにガードレールがあるわけよ、うん、ガードレールそのガードレールの後ろにガードレールってパイプ式のねガードレール、うん、板じゃなくて、うん、そこのところになんか T シャツみたいなのがふわふわふわって浮いてくるくる回ってるのよ、くるくる回ってる、そうそう、それカメラが置くとずっとついてくるわけ、くるくるくるってくるくるくるって、でそれでもう一回被害者の人が映るわけ、その被害者が着てる T シャツなの、うんもう
いや、だからこれ流せないんだよ。だってそりゃそうでしょ。だって被害者の T シャツが明らかに被害者の T シャツの被害者の写真に写ってる、その人の大好きだった T シャツが写ってんの、もろに柄で。でも人は写ってない。やばいやばいやばい、あれはやばい。なるほど。でね、あの、アニマさん、そういうの見て、どう思うんですか、一人でお風呂とか入れます？説明できないじゃん、別に。入れます？俺だって、あの、うち、一時期、ガンガン出てる時期があって、うちの部屋に。うん、ある時を境に出なくなったのよ。はい、CM 開けてからね、ちょっと CM 行ってからね、その話しましょう。今日なんか台風特集から心霊特集になってないか。はい、 CM でーす。はーい、あー、久しぶりに怖い話聞いた。なんか、はい、シュープリームさんね、それでも頭の悪い配信者はウガンジョや、そう、ウガンジョや慰霊碑など聖地を荒らしまくる、あのすごいバカがいて、名前はね、なんかアルファベット2文字に漢字1文字のね、ツイキャスの配信者がいるんだけど、それがね、あの、沖縄に来た時に、沖縄のそのなんていうの、あの跡地ね、それなんか基地の跡地に行って、ここで2000人の子供たちが、あの、米軍が上陸する前の日に2000人の子供たちがそこで殺し合いをして、最後に生き残った一人がなんか内地に連れてかれたとか、わけわかんないこと言ってて、デマにも程があるよね。本当頭おかしいね、シュープリームさん、最低だよね、本当ね、そういうデマね。はい、そういうわけでね、なんか、心霊特集いつもね、あの、8月とこの番組ね、心霊特集毎年やるのよ。うん、あの、大体あの8月と、それからあの、うん、10月のハロウィンの前後ね、うん、にやるんですけど、なんか今日、はい、そこは7月1日だけど、まあおかしくないよね、別にね。うん、はい、そういうわけでね、ツイキャスのでね、コメントいただきました。武蔵さん、アニマンさん、それ本物？ね、心霊写真の 99% ガセなんですね。そう、 99% はガセです。 99. もうむしろ 99.5% ガセです。うん、気のせいです。気にしすぎです。気にすることない。でも今とっても恐ろしいこと言いましたよね、私ね、今ね、 99.5% がガセだったら残りの 0.5% は何っていうね。知らない。だからもうそうなると科学とかそういうのでは説明できない、何か異常なものが映ってるとしか言いようがないのよ。うん、で調べるでしょ。そうするとさ、やっぱりさ、出てくんのよ、何年前になんか亡くなった人だとかでそっくりな人とかいるのよ。で俺がね、その道に入ったのはね、昔あの、その心霊写真の、うん、心霊写真の何で写真集みたいなのが昔あったわけ。うん、それで、うん、あの、そう、なんかある山のところに、うん、山のところでなんか男性が写ってるわけね。うん、でそれが、まあ、岩の形が男性のように見えるっていうだけなのよ、うん、どう考えても、うん、ね、それでそれを何年か後に検証しに行って、うん、俺もうそれ確認したわけ。そしたら完全に岩なんですよ、うん、岩がそう見えるのよ、うん、でところがこれをあのうちの母親にその話をして、その写真を見てたわけ、元の写真とか、うん、でそしたらえって驚いて、うん、でその母親のおばちゃんがいるんだけど、おばちゃんのところにこれ持ってった方がいいよって言うから行ったわけ、うん、そしたらびっくり、そのおばちゃんの、息子が、うん、その山で亡くなってんのよ実は、うん、山で亡くなってんだけど、その時の服装とその写真のに写ってる、そういうふうに見えるだけなんだけど、うん、その帽子かぶってる、それからそのなんていうの、着てる服まで、うん、もうほぼほぼ一致なの、顔までそっくりなの、うん、だから何なんだろうって、うわ、本当この話本当だからね、鳥肌が立つね、うん、俺がねそういうね、あのムーとかに書くようなきっかけになったのは、実はねそれが最初の原因の一つでね、うん、そうなんですよ、そういうことがあってね、それ最初はねめちゃくちゃ怖かったの、うん、でそのうちね、あの、見慣れたら分かる。そういうとこ行ったらそういうのね、結構会う可能性高くなるから、うん、最初はねビビってるわけ。でもさ、こっちは記事にしに行ってるから、うんうん、あのそういうのに出会った方がいいわけでしょ、うん、で出会おうとすると出てこないじゃん、
うん、イライラしてくんだよ、うん、で出てきてもさ、なんかずっと立ってるだけでさ、最初はビビるわけ、うん、で3回目とか4回体験すると腹立ってくるから、なぜか分かる？分かんない。言いたいことあるんだったら言えよって言いたくなるの。あと、あと自分のところにおもう幸運とかもたらせよとか言いたくなってくるの、だんだん。ただ出てくるだけじゃなくて言うこと聞いてやっから、あもうだから何お経唱えてほしいの、何お線香唱えてほしいの、何なの拝んでほしいの、なんだよみたいな、うん、だんだんイライラしてくるんですよ。でね、あのうちあの結構まあそういうので俺ね、人より霊感が強い方だとは言われるんだけど、うん、うちの部屋でもね16年ぐらい前まで、うん、あ大体まあ2ヶ月に1回ぐらいはね、なんかふっとこうある現象が、そういう現象があったんですよ、うん、今見たりとか感じたりとか、うん、その16、7年前だね、あのにあることがあってからピタリとなくなって、うん、逆に寂しいんだけど、逆に寂しい、うん、いや足、うん、それさ足元に、うん、なんか白い影が立ってんのよ、うん、あのね、足の足元に、うん、で1日目はあなんかまたなんか どうせ喋んねえだろと思って寝て、うん、2日目も出たのよ、うん、いるのよ白いままのものが、で起き上がって、うん、起き上がってこうちょっと離れてこう見るとね、なんかこう結構高さがあって150センチぐらい、うん、だからなんかちょうどね、あの貞子、リングに出てくる貞子みたいのが、うん、薄く立ってるのが見えるわけよ、うん、で3日目にもう最初から座ってたら、うん、部屋真っ暗よ、うん、で真っ暗にしてこうやってお酒飲んで、うん、なんていうの、音楽聴いてたら、うん、出てきたわけですよ、またいるわけですよ。であれこれなやべえな、なんかこれどうしようと思って、うん、で俺酒飲んでたからなんか、うん、なんかでも俺寂しいし、なんかね、一人でお酒飲んで暗いなんか真っ暗にしてたら、真っ暗にしてお酒飲んでたら寂しいじゃん、うん、寂しいからお酒飲みながら寂しいなと思ってて、その幽霊にちょっと抱きついてみたの、うん、そしたらキャッって言って、うん、そのまま消えて、もうそれから二度と怪奇現象が起きないんだけど、何これ、何これ、振られた、俺振られてますね、それなんだそれ。ひどくないか、評判が多分ね、生きてる人間には見えない看板でここに、うん、ここ生きてる人間痴漢注意とか書かれて幽霊痴漢注意とかね書かれてる気がする。うん、うん、はい、そういうわけで琴音さん、ラジオネーム琴音さん、ツイキャスにコメントいただきました。何が欲しいんだよ草、本当にそう、言いたいことあったらいいよってなるのよ、あの本当に2回3回あと、それから取材に行った時にそういうのさ見たりとかする、見たり感じたりすると、うん、この取材に来て帰んなきゃなんないから、うん、取材中になんとかいいよってイライラするようになるの。そっか、そう帰っちゃうんだから。なるほど、本当に。はい、そういうわけで残り時間ね40秒になりました。はい、ボンボ先生、今日のまとめお願いします。今日のまとめ、もうお化け系はねちょっと私怖いんですけど、まあ、何回もね聞くと慣れるってね今おっしゃってたんで、慣れって怖いなと思いました。体験したら慣れます。体験したらね、はい、はい、慣れって怖いですね。いや何でもそうだよ、だってあのね、なんかあの危険なさ、例えばレースの車とかでもそうでしょ。ああいうのって人間で慣れるんでね、あの怖いことでも。そういうわけでね、今日は台風の話をする予定がね、例の話、例というかあの私の心霊体験の話になってしまいました。はい、そういうわけでボンボ先生、あのまた新しい動画上がったんですか。はい、また上がったかな、多分、うん、上がります、はい、これから。じゃあそういうわけでまた来週、はい、またのー、またねー。それで終わりました。今日時間早くなかった？今日早い。早いね。多分ドキドキしたからだと思う。違うと思う。俺ドキドキしてない。はい、それではまた来週。またのー。